乃木坂46の2代目キャプテンで最後の1期生、秋元真夏、29、が卒業を発表した、映像。秋元真夏公式ブログのコメント。秋元は自身のブログで、2023年2月26日をもって乃木坂46を卒業することに決めました、と報告。卒業する理由については、こんなに好きになる前に卒業の道を考えればよかったのかもって思っちゃうくらい乃木坂もメンバーもスタッフさんも、応援してくれるファンの皆さんも大好きで。でもそんな大好きな人たちが作るここから先の乃木坂を見ていきたい気持ちも同じくらいある。だから卒業を決めました、とコメントしている。今後については、芸能活動を続けさせていただきたいなと考えています。感謝の気持ちを忘れずに、また新たなスタートを切って笑顔な私を皆さんに見ていただけるように頑張っていきます、と意気込みを綴っている。卒業コンサートについては、2月26日に行われるとグループの公式サイトで発表された。秋元は2011年にグループに加入。2019年に2代目キャプテンに就任した。